ポンペオバトーニによる肖像画1751年作。第二代ミルタウン伯爵ジョセフ・リーソンはアイルランド王国の政治家、貴族。1763年から1783年までラスバラ施爵の儀礼称号を使用した。初代ミルタウン伯爵ジョセフ・リーソンと一人目の妻、セシリアリーの息子として1730年に生まれた。12歳の時より、 イートンカレッジで教育を受けた後、父と共にグランドツアーに出て、1751年には、イタリアで、ポンペオ・バトーニによる、肖像画が描かれた。1757年から1760年まで、トマスタウン選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた。1783年10月2日に、父が死去すると、ミルタウン伯爵位を継承した。 1801年11月27日に生涯未婚のまま死去。12月5日にピカゲリーの聖ジェームズ教会に埋葬された。同母帝ブライスが爵位を継承した。生涯未婚だったが、ペグプランケットと愛人関係になったとされる。ありがとうございます。